こんばんは。ツイートしないと。最近スイカをスマホに入れてあのピッてできるやつにしました。はい、どうですか。ちょっとツイートすんだこれ。こんばんは。スイカをスマホに入れました。はい、そうなんです。わかりますか意味。スイカをピッて、スイカピッて、スイカをピッてできるんですよ。はい、スイカをピッてできるんですよ。そうそう、髪長くなってたんですよ。もう大変だよ。こんななっちゃって、はい、結び、さっきまで結んでたんで、髪型ですいませんね。そうなの、ツインテールはもういいんじゃないか。お化けやんけ。ちょっと決めようか。ねえねえねえ、スタジオ。ねえねえねえ、ウィナ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 ウィ。あれ？輪ゴムでいいかな。あれ？いつも私どこ行ってた？あ、こっちか。シャワー。あれ？落ちた。ウグマヤ目をさすがに少々お待ちください。外にいたらすぐあんだわ。そうなんだ。すごいな。いや、怖っ。こんな怖いツインテールないよね。見苦しいこと。すごい化け物みたいな。はい、もちあいけるやん。本当ですか。目は離れてるんですけど、扇風機だけど好きな。え、扇風機ついてないよ。パソコンの音じゃない、シューって音。なんかずっとパソコンがシューって言うんですけど。うわー、何があった。シューって言うんですけど、なんだろうね。ありですね。怖っ。困る。もうダメだよね、ほんとに。やっぱさ、髪の毛長いっていろんな髪型できるからいいけど、ももちゃんみたいになった。クワイスはアメリカ、それアメリカ。怖っ。自分のツインテールほど怖いもんないよね。さ、いつ切っちゃうか分かんないから、一
じゃあやってこうと思って。怖っ。めっちゃ怖くない？でもやっぱり。やっぱキャラじゃないんだろうな、みたいに。今日はこれでいきたいと思います。皆さん、こんばんはー。二十歳の、やばい。もうすぐ21。アップアップガールズカップのキスマイヤでーす。イェイ。リップとかも塗ってない。みんなリップあんま好きじゃなくて。なんかさ、いいよね。ツインテール似合う子ってやっぱりさ、悩ましいなって思います。やっぱツインテールってすごい好きなんですけど、これでお乳機会ってなると、相当、あれだよね。ずっと割と髪の毛長くいなきゃいけないってことですよね。なんかびしょびしょや。難しいんだね、ついて。これさ、下ろすとなんか、こういう感じだけど、かけてたらなんとかなる。私って髪の毛すっきりしてた方がいいんだなって思う。その髪の毛、おうちチェキからこれでいく？大丈夫？そう。めっちゃ不安なんですけど。ジャリンコチェーンに似てるって。おほんと、ダメだってば。みんな、ジャリンコチェーン検索しないでね。ダメだって。そう、うちのマーク、ほんと、やめてよ、もう、そう、普通のツインテールもできるんです。うん。できるんだけど、なんかそれはちょっと、芋ちゃんちゃんになっちゃうんですよね。横向いてだって。こんな感じ。あやに似てるアニメ選手権。私はですね、鹿島家の中でもすごいアニメ似ててきそうとか、漫画似ててきそうって言われるんですけど、なんだろう、ちょっと皆さんが言ってるものの中で何が似てるのか、すごいちょっと検索とかしていこうかなと思います。まずはですね、ジャリンコチエですね。もう最悪ですよ。もう本当に悲しかったんです。聞いてください。ママが、私がなんかの髪の毛やった時に、なんか、あ、ジャリンコチエみたいって言ったの。そしてママが、私の時ジャリンコチエ知らなくって、ジャリンコチエを調べたんですって、ママが先に。そしたら、思ってたよりも、本当、バーってなってて顔が、ちょっと待って、チャリンコチエ、思ったよりもひどかったという、謝られました。もう、なんか思ってたのとちょっと違ったんだって、チャリンコチエが。よく見たらチャリンコチエ似てるって、丸口じゃんってなっちゃったんだって。そう。本当に、だからちょっとダメだよ、チャリンコチエに。ちょっと、でも可愛いけどね、わかるわかる。私わかんなかったんだけど、チャリンコチエ、まあっていう。はいはい。確かそういう系なんですよ。ジャリンコチエちゃんにも失礼。ごめんなさい。ごめんなさい。違う、難しかったです。すいません。あと、まるこちゃん。あ、もうこれはもうずっと言われるんだよね。実写版出たいね。でも本当に。もう、たいなって思うよ。やっぱり。そんな、ごめんなさい。うん、すいませんでした。嘘です。いやでも、ジャリンコチエか、マルコちゃんか、の実写は、載ってます。そう、ジャリンコチエちゃんめっちゃいい子なんだよね。そう、なんか、言ってたよ。でも、最近、私が一番言われるのは、笑顔咲くの、どうぞ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 、誰？
感しないでよ。何？ねえ。待って、めっちゃカンカンされてた姉ちゃんに。姉ちゃん、やめてよ。なんだよ、ほんと。に似てるって言われるようになりました。メンコスターのアンゴラ村長です。そう。アンゴラ村長。合ってる名前。カンカン言ってきた。私が、映画の作ってたら、アンカンカンって。リズナーに合わせてちょっとうっとりそうにされました。思い出せないだって。でも似てるって。すごい言われます。特に TikTok とか。言われることがすごい増えましたね。でも確かに似てるかもしれない。え、でもすごい申し訳ない。なんか、嬉しい。そう。嬉しい。そんなことあるんだって思って。芸能人に似てるって言われたのは、あんまりないので。そうそう。何の用だったんだろう。用はなさそうでした。うん。ですね。うん。です。家事のパソコンやばいよね。やっぱシューシュー言ってるよね。どうしよう。なあ、似てるってでも言われるからやってみるか。そうですね、ちょっと聞いてみます。あとはのび太くん、いやー顔は似てないけどさ、ちょっとさねえ顔は似てないんだけどな。でも謎にそう似てるって言われることが多いんですよ。のび太くんに似てたらさ、すごい人気者だよねね、思う。ん？家事外は雷鳴ってる？言ってない。千葉県、私の家の千葉県って大丈夫。性格が伸びた、あ、でもそうなのかな。しょっちゅう言われる、のび太くん。いいんだけどね。いいんだけど、悪い気はしないけど、中身ってことなんかな。インコチエちゃんなら関西弁。うわぁ、できない。初見大作、絶対嘘じゃん。倍速大成功じゃないじゃない。個人的、電波のみりんちゃんに見えるときあるって。そんな、おこがましいし、おこがましい。私の推しなんじゃないですか。マジですか。でもみりんちゃんになりたくって、髪の毛伸ばそうかなって思ってた時期はありましたよ。高一の時と髪の毛伸ばしててみりんちゃんになろうとした時ありました。うん。たまにね。そうそう。あやとりと射撃が天才。あ、そうなんだ。あやとりが得意な方ですよ。じゃあとなる時にスターになるのび太くん。そう。のび太くんはスターになるからね、急に。いいこと言うんだよ。のび太辞書とか作った方がいいって。そうだよね。本当に。あやとり得意です。うん。あやだし。はい。皆さんにはぜひあやの取り合いをしていただけたら嬉しいなと思います。略して、あやとり！ありがとうございました。そうですね。笑顔咲く、君とつながって、終わったらよろしいようで。本当ですか？よかったです。いや、もう本当に。明日は踊るので頑張ります。やばいね、この髪の毛でも。一回見てもやばいと思っちゃう。似てるな、でもやっぱ。え、似てるって言っていいのかな、わかんないけど。似てるな。あやの取り手によって。なんだー、返し負けじゃん、めっちゃ。そういうこと？じゃあ、まずは、あやたやさんを取りますって。あー、返し負けの方にしようぞ。
もうすぐライブ、そうですね。6月15日に何かが起こるみたいなんですけど。6月15日は、ライブの配信があるらしいです。本当かな？本当かな？どうだろうね。わかんないけど。やっぱりヘルメットの方が好き。いや、私、これ、すごくない？この髪の毛。いつもしてないですよ。今日たまたま髪の毛伸びたからツインテールしてみようってやったらこうなりました。何告知してて、本当か？もうやばいんで確かに。告知してるから本当です。多分ね。だって私詳しく知らないのに。だからすごいわからないの。あんたまだだよ。そうです。皆さんにライブを届けてきそうで嬉しいです。誰が詳しく分かるんや、そうなの。そうなの。ん？アミタは何も言わずに動揺していたけど。なになに？なんで動揺してたの？アミちゃん？味のまのだよ。ああ、さっき見てたよ。足のまのちゃんって3だけっちゅうの。私はさっき99の壁、うん、あと見てました。なんか、じいちゃんがすごい東大のことみたいなの好きなんですよね。東大系。最近流行ってるじゃないですか。クイズ番組の東大。とか、東大の方々が今有名だったりとかするじゃないですか。そう、じいちゃん東大好きで、そうそう。東大王的なやつです。東大王なんか、東大王って、東大王もそう、すごい好きで、よく、じいちゃんが見て、じいちゃんがいつも、魅力を持って、るので、そう、うん。だから東大系、東大の系の番組っていうのかな、好きだから、今日は99の壁を見ていました。東大が好きなのって。なんか、東大生が出てる番組が好きって感じ。クイズ番組とかが好きなのかな。そうそう。東大、東大っていつも言ってます。今日は99の壁。そうそうそう。今日はね、割とこう毎日じゃないけど、東大ブームだよね。すごく、そうそう。そうそう。面白かったです。でも私、クイズ番組やってもあんま答えられんからさ。そう、ちょっとあれだけど。クイズね、難しいね。あとなんか謎解きみたいなのあったりするじゃないですか。それとかすごい苦手です。ちょっと苦手。謎トレみたいな頭がこう冴えないんですよね、クイズは大好きなの。クイズ答え出されて、って考えるの大好きなんだけど、あんまり答えられなくてさ。そうなんだよ。好きなクイズ番組はもともとヘキサゴンだったけど、ヘキサゴンは今ないから、何かな、何かな、なんかいっぱいあるからね、今でも。あ、ネプリーグかも。一番好きなの。好きなのに答えられないんだよね。辛いです。ネプリーグでも足手まといになっちゃいそうでダメだな。チーム戦になる。チーム戦になる前、ヘキサゴンは見たけどなと。そういうのあったっけ？なんかいろんな企画みたいなのあったよね。世代一緒。最初の世代は、羽飛び、ピカルの定義、打ち合いっけ、あれだ。打ち合いっけでもずっとやってた。打ち合いっけ、あと、ピラメキーノ、あと、
R の法則ルーとかね、このヘキサゴンとか、ヘキサゴン結構前の人だね。あら、ケントくん、すごいハートガード、ありがとうございます。イエーイ、え、本当に嬉しいね、嬉しいね、嬉しい、こりゃ嬉しい、ありがとう、フォローしてくれたって嬉しいね。ドリフの世代、うーん、好きだよ、でもめちゃくちゃ好き、ドリフ、なんか、うん、あのコントのやつ、あの借りてみてたりしたよな。もっとアイドリングさんいっぱいいた。ああ、そうだよね、見てました。ピラミッド体操、ピラミッド体操踊ってたよ、めっちゃ。ドゥルルッ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 ドゥルル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 知ってる？困ったな、困ったな、本当に困ったなね。ピラメ行った、ピラメ行きたい。解決方法、ピラメ行きたい。ピラピラ、ピラピラ、ピラメ、ピラメ行き、ピラメ行った。明るい足板に、ピラメ行った。ヘイ！トゥルルッツ、トゥ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 ルでってぃぃぃぃ、めっちゃテレビだ。うちもテレビっ子すぎてやばかった。テレビばっかりだもん。そう、割と覚えてるね、でも。すごい。ピカルの定理が見たいなーって思ったりします、今は。ピカルの定理大好きやったもん、ほんとに。かくれんぼするやつ。あー、あれね、ルッパー、あちゃう。あれ、あー、ん？ねえ、なんかさ、ここにこう、田中さん動画が出てたさ、家族、家って隠れる番組だったよね。あれなんだっけ、あの番組は何だったっけ、ミラクルタイプってさっき、いや全然思い出せない、多分言われては思い出せないと思うんだけど、あったな、そういうの。あれすごーく面白かったの覚えてる。家で隠れるの、隠れんぼするので、その家の中で隠れ切ったら100万円みたいなやつ。ミリオン家族だ、それ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 、ミリオン家族、ミリオン家族だ。ミリオン家族だ、それだ、それそれそれ。すごい、面白かったよね、あれ。もし自分家をでかくれんぼするんだったらどこかなとかすごい考えました。懐かしい。そうね。そんなこともあった。あったあった。そうそう。懐かしい。めっちゃ懐かしいわ。そう。応募した家族の方々が。やばいところに隠れてた。うん。なんか、細工とかして隠れるの。なんか壁をもう一枚付け足して、隠れたりとかするの。わざわざ。わざわざ壁わざわざこうやって一枚付け足して、隠れたりとか、お風呂場に、お風呂のお湯の中にこう、メガネと、そのシュノーケリングのやつ、付けてブクブクってして耐えてたりとか。いろんなのがあった。そう。そう、有名だったかな、多分。私は好きだった。そう、ダミーがよく出てきて。そうそうそう。ダミーがよって投げるの。懐かしい。わー。いろんな番組がありましたね。うん。なんかそういうのを見たいですね。これからも。なんか、コントが見たい。でも、私はコント番組、これからも期待しています。コント番組、テレビはこれからも、私は楽しみにしていく。
逆に今は何が好きですかってことだよね。今なんだろう、みんな何見てます？でも最近私あのロンハーが面白いなって思って、あのなんだっけ、あの狩野英孝さんがドッキリ仕掛けられたやつをリアルタイムで見てたんですけど、そう、愛しさと切なさを兼ね備えてる男子ってやつです。あれを再放送してたんですこの間。めちゃくちゃ懐かしいと思って、知ってるかな、名前忘れちゃったけど、うん、そう、めちゃくちゃ、そうそう、あれが面白くって、ロンハーはやっぱ今ちょっとまた面白いわと思って見てるかな。あ、58だ、そうそうそう、58、アメトーク、あー好きですね、アメトーク面白いですね。この間は、パクリ隊芸人だっけ？フジモンさんとか、ザキヤマさんとかが、若手の漫才を、パクリたいかパクリたくないかっていう、そういうやつで、漫才やった後に、パクリたいかパクリたくないかを判断する。で、パクリたかったらパクってくれるんだけど、その出方が、パクリ芸人だ、パクリ芸人。そう。そうで、これはパクれるのか、パクってもらえないのか、それでは、バンってカーテンやって、イッツゴー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 って言いながら出てくる瞬間が一番好きです。そう、なんか、もうすごい楽しそうに出てくるんだよ。なんかパクりたかったんだなーっていう感じ。イッツゴー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 って言いながら私も出ていきたいなってすごい思いました。かな、そう。てか私高校の時にそれを大声で歌いながら廊下歩いてた。レッツゴー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 ってなんか私一人で廊下で歩いてたことありました、高校の時。その曲にハマって、なんか M1 もともとずっと好きで見てるんだけど、高校の時にすごい自分の中で流行ってて、高校の廊下でそれを一人で大きい声で歌いながら歩いてたのを恥ずかしいなっていうのは思います。いや、本当に、あ、もう一人いたかな？あの、仲いい子たちと一緒に、そうそう。いや、仲いい子っていうか私がやりたかったからずっとやってたんだけど。あと、ドア開けるときとかね。ガガ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 って椅子をやってた。今思ってすごく懐かしい。すごいハマってたんだよね、その時。うん、でも、うん、そうね。カーテンとか開けるときやってた。レッツゴー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 ワン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 って言ってやってました。本当に職員室もね、それで行きたかったんだけどね、絶対にその勇気はないのでできなかったけど。難しい。うん。いや、楽しかった。だって、じゃあ、レッツゴー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 まで行くと、ウォーウォーって友達が言ってくれたから嬉しかったの。ウォーウォーって言ってくれ、そう、ウォーウォーって言ってくれるんだもん。なんかそう、あいの手みたいに言ってくれたのがすごい嬉しかったです。そう。やばいやつでもなんかそういうの急にやりたくなっちゃうタイプだったかな。割と普段は普通なんだけど。やりたくない時は。そうそう。レッツゴー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 ってやってくれてたのよね。ほんと。それが嬉しかったです。ミジやったらいいじゃん。やりたい。いつやりたい。うるさいって怒られます。そんな怒られるないけど、ね。何人のとかやってくれそう。耳元でやってみようかな。そう。学校行こう見せないでしょ。あ、めっちゃ見てた、それ面白かった。学校行こうめっちゃ面白かった気がする。でも、割と昔だからさ、私ちょっと覚えてなかったりするけど、そう、未成年の主張はよく知ってる。あそこで告白する男の子とかいるのがすごい。
いいなって思って見てました。いや勇気あるなって思って。僕は誰々さんのことだ好きでーすって言って、下からごめんなさーいって言われてめっちゃ振られてるやんって思いながら見てました。懐かしい。リバイバルやってなかったけど、あ、そうだっけ。うわ、見たかったな。いや、面白いんだよね。やっぱこういうのはさ、やってる、こっちに言ってる方はめちゃくちゃさ、大変だと思うんだけど、この赤の他人からしてみるとめちゃくちゃ面白いよねっていう話。アフガニのオープニングがそれだったら爆笑。レッツゴー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 ワン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 、デレ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 デ私、ほんとビビリだったんで。水曜どうでしょう？あ、面白いよね。水曜どうでしょうは、うちの親友がすごい好きだったので、なんか、勧められてみたらめっちゃ面白かった。やりたーい。レッツゴー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 。いや、面白い。ライブ見たいなって。これ？やばそう。面白い。いや、いろんな番組がありますね、こうやって見ると。見てるの、何も考えないで見られる。水曜どうでしょう。千葉県で放送してたよ。え、してた、してた。え、千葉テレなのかな？なんでだ。いやー、いいわ。リリー事件？なんだろう。全国でやってるの？千葉テレやってんのか？だから知ってるのか？みんな面白い番組、みんな結構テレビ見る方もいますね。そうね。最近はあれ見てますよ。虹かけ、虹の架け橋。虹かけ。全部全部見せるよ。千葉といえばジャガーさん。こないださん、千葉のお店にジャガーさんのステッカーがあって、あれめっちゃ有名だなって思った。そうそう。TVer とかで今見れるよね。ちょっと TVer で見れるドラマで今いいのないか探してます。うん、そう。なんだろう。前々ちょっと見てたドラマがあったので、そう思っちゃったら次何にしようかなって。でも、今日家族で家政婦の三田園を見てて面白かった。あれめっちゃ面白くない？ちょっと本当にやばいんだけど。どうしよう。うん、なんか、家族全員で見れるもので面白いなって思いました。三田園は前回の、シーズンから見始めたんだよね。うん、その前見てなくって、そう見とけばよかったなって思ったら今傑作選やってるからさ。そうそう。あと、ギルティだっけ？楽しみにしてます。2話まで行ったのかな？あと、M。M。M も面白いというか。あの女の子がクソ可愛くてもう泣きそうです。可愛いってなってずっと見てます。あ、ヨシッコね。ヨシッコはね、ほんと面白いよね、ヨシッコ。ヨシッコ！ヨシッコ！でしょ？大好き！いや、ほんと全部見た。そうそう。ゆるさん。いや、いいね。面白いんですよ。あさやん。村上奈美さんめっちゃ強烈だよね。なんか忘れられなくなっちゃう。本当に。そうそう。家事は粒数える予定はね、あんまりないけど、なんだろうな。やっぱ、
自分の髪の毛の数とかはいつか数えようかなって思ってるかな。って感じ。あとは、あ、スーツか。スーツ面白そう。しっかり沢さんと佐藤さん出たことある。あー、それ聞いた。どこの輪に出てるかわかんなくってさ、まだ見れてないやん。見たい。自分の髪の毛。すごく運命の人です。それ見たの全部。もう最高でした。だからもうこれから、木村文乃ちゃんがめっちゃさ、可愛すぎたので、ちょっと今動画を、動画っていうかこう、新たなドラマ今入っている動画アプリで見ようかなって思ってるところです。カジの髪の毛すぐ。カジの髪の毛すぐ。風終わっちゃう。面白かった。結構。伸びたはね、見てたけど。そうね。なるほどね。見てたけどね。どうなの？面白いかな、やっぱり。なんとなーく覚えてるかな、でも。戸田恵梨香可愛すぎ事件ってやつでしょ。めっちゃ可愛いんでしょ？ちょっとそうやって言われると見たくなっちゃうな。やばいね。リンカーン、お！みんながすごい、思い出に残っているドラマって何だろう。堀北真希さんは私の青春。わーいや、堀北真希さんのドラマは割と見てました、私。本当に。極星見ちゃったって。あ、なんかママ見てたな。ママが、やっぱヤンクミかっこいいって言いながら廊下歩いてた、さっき。さっきじゃない、この間。スペック！うわ、スペック姉ちゃんめっちゃ好きでした。私がね、見てなくて。ちょっとね、やるんでしょ？これから。見たいよね。ちょっとでも、ちょっと痛そうなシーンとかがいっぱいあるみたいなことちょっと聞いた気がします。堀北真希さんのイケパラ。うわ！見てた！いや、めっちゃ覚えてるよ。あれでしょ？イケメンパラダイス、メイちゃんの羊、あともう一個ぐらいなんかちょっと、あたしんちの男子じゃない？この三つは割とすごく流行ったじゃないけど、有名だったというか、ありましたよね。あー、あとあれか。花壇か。はすごく、もう代々ずっとこれからも話されるんだろうなっていうような、ね、素敵な面白いドラマだった気がします。学生の、だった私にはすごく、もうめっちゃ最高だった気がします。トリック。あれ？トリックって今なんか言ってるんじゃなかったっけ？あれトリックってなんか知ってるぞ？なんでだ？どれだ？トリック。トリックってなんで知ってるんだ私。今や、これからやるやつだっけ？トリック。トリック。あ、今やってないわ、全然。全然やってないわ。あー！仲間由紀恵さんのやつか。ホラーだって。だからなんか見たことあるなって思ったけど。トリック。さすがに内容までは見たことないなぁ。怖そうだなぁ。でもちょっと見れない気がする。ちょっと怖そうだよ。おさまつさん。いや、おさまつさん大好きだよ、私は。おさまつさん。おさまつさんめっちゃ好きだよ、私。一応見てたもん、生で。なんだこのドラマ、あ、このアニメはって思った。トリックが怖くないって、あ、そうなんだ。ボブテピピック。あー、大きいのとちっちゃいののやつね。見たことないけど。めちゃいけ。めちゃいけ見てたよ。やっぱあれが好きだったよ。シュッ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 。緑の食べ物、シュッシュッ。
キャベツシュッシュ、緑の果物シュッシュ、マスカットシュッシュ、白い食べ物シュッシュ、白米シュッシュ、緑の野菜シュッシュ、キャベツシュッシュ、アプガニキのメンバーシュッシュ、ガリシマシュッシュ、ショートカットのアプガニキシュッシュ、ガリシマシュッシュ、一番低い声のアプガニキシュッシュ、ガリシマシュッシュ、一番肌が黒いのはシュッシュ、ガリシマシュッシュ、ツインテールができるようになったのはシュッシュ、ガリシマシュッシュ、アコースティックライブやってるのはシュッシュ、ガリシマシュッシュ、ノリコーダーやってるのはシュッシュ、ガリシマシュッシュ、千葉県出身はシュッシュ、ガリシマシュッシュ、なんか意外と寂しがり屋なのはシュッシュ、カジシマシュッシュ、でもやっぱりみんなに会いたくてたまらなくていつもショールーム配信やってるのはシュッシュ、カジシマシュッシュ、最近リボンとかスカートとか飛び物が好きになってきちゃったのはシュッシュ、カジシマシュッシュ、最近ショールームでライトを覚えてなんかすごいライトの角度とかすごい気にするようになっちゃったのはシュッシュ、カジシマシュッシュ、最近ファブリーズの消臭剤みたいなやつでお茶の匂いのやつにしたらお家の中がすごい匂いになっちゃったのはシュッシュ、カジシマシュッシュ、疲れた。はい、どうでしたか、みんなもやってみてくださいみんなもやってみてね楽しいですよ、投げよ確かにはい、ありがとうございました、皆さんがどうでしたかじゃないだってどう楽しさなんじゃん、みんなやってね、みんなもやってみてね、楽しいよ。あ、じゃあ、カジシマ豆知識の話しますね。最近私の家の近くにパン屋さんがあることを気づいて、パン屋があると思ってすごく喜んでたんですけど、この間親友に会って、たまたまですけど、こう、パン屋があるね、近くできたねって言ったら、え？って言われて、すっごい前からあるよって言われた。いやいやいや、半年前くらいって聞いたけど、え？だいぶ前に、その話題、終わったよみたいなこと言われて、あんな美味しいの知らなかったのって言われた。なんで教えてくれなかったの、 あなたの家よりは私の家の方がそのパン屋さん近いからねって言っといた。じゃあ姉ちゃんがそこの家の、家じゃないか、そこのパン屋さんの食パンがすごい美味しいらしくて、今日また買いに行きました。そしたらね、個人店だから、そういろんなパンがあって、そう。いろんなパンがあったからさ、なんか毎回違うんだって日によって、そう、美味しかったです。あれ、自分さんが言うなら間違いない、そんなにうちの姉ちゃんそんなですか、グリームパンのこと、だけど今日シナモンパン買ってきましたどころでもなかった、だからシナモンパン買ってきましたそうなのよかった、カレーパンはなかった、だから今日はシナモンパン買ってきました。シナモンパン屋さん行きたい、いやすごい美味しい、あとシフォンケーキみたいなの買ってたよね、私はクルミパン買ってきた、あーでもクルミパンなかった、だからシナモンパン買ってきたよ、だから今日ね、そう、あんパン、あんパンはあった、ママがすごい美味しかったって言ってた。クリームチーズとかが入ってるらしくて。でも私はシナモンパン買いましたけどね。あったんです。コーンパンはなかった。でも私はシナモンパン買いましたけどね。ズーパーティー、ズーパーティー。いや、ほんとに。なんだっけ、この間面白いのあったの見せなかったの、みんなに。ちょっと待って。待っててね。私ね、ちゃんとね。TikTok のいいねっていうのを覚えたからね。そう、あ、これだ。そう、あのね、こうやって、シュッシュ。
キモいキモいっていうのがめっちゃ面白くないそれはもうすぐいいねしたい、いいねしたいじゃない、いいねしためっちゃ面白いじゃんと思ってめっちゃ面白くない、知ってるこれ、いやめっちゃ面白いなと、よく考えるよね、ほんとみんなもやってみてね。おじさんがやってるやつめっちゃバズってた。そう、これ面白いよね。結構結構みたいな感じで手洗ってんのでなんかやばいなと思って見てたんだけど、最後キモイキモイって言ったからあー綺麗綺麗だってなった面白い。いやもうそういうのばっかりいいのしてるいや面白かった。なんかそれね、2回目ぐらいからもっと面白く見えちゃうでね、どんどん面白く感じるんだ。あーなんかここに待った気がするんだけどな。あーなんかあれ、あこれかな、あ違うや、なんかハンガーかな、ハンガーをこういう形にして、こういう形じゃん、こういう形にね、ハンガーをこういう形にして、おじさんにねこうやって顔にこうやってやって、ティンキウィンキーリプシーララーポーって言ってるんだねテレタビーズってやられてるおじさんの、外国のおじさんの動画がすごい好きでしたはい、わかる。ピンクのハンガーでやってた、ピンキュビキンレッチーラーラーポーズテレタビーズテレタビーズあそぽなんかリズム取ってくるんだけど、ちょっと外の人がやだ、ピンキュビキンレッチーラーラーポーめちゃめちゃだ、藤野姉ちゃんがリズムで参加してくる、多分姉ちゃんだよね、わかんない、テレタビーテレタビーあそぽめっちゃやってくる。今日6連勤だったんだって姉ちゃんが6連勤だったから、仕事6連勤終わって嬉しそうなの、今日姉ちゃんが。そう、あと姉ちゃんのなんか推しがなんかテレビに出たらしくって、それでなんか嬉しかったんだってそう、タビカスタード、タビカスタード、いや私見てますよテレタビーズ、未だにチャンネル登録してるからね。そうそう、めっちゃご機嫌、なんかそう嬉しそうです。やっぱ大変なんですね、お仕事ね。ということで、あーやっぱり時間が、最後まで見てくださってありがとうございました。この後はね、ニーナさんが配信をするみたいなので、ぜひ森永ニーナのところへも行きましょうね。それではギフト、わーテッドちゃん可愛いいただきました、ありがとうございます。おいちゃん可愛いありがとう、ミッチお可愛いありがとうございます、ひろめくん可愛いありがとうございます、そしてテッドちゃん可愛いいただきましたありがとうございます、おいちゃんありがとう、そしておいちゃんがちょっとクマをくれたので、テレタビーテレタビーあーそーぽーあ、あーってやつね、いいよね、テレタビーズってめちゃくちゃ可愛いから好き。でもさ、やっぱティンキーウィンキーの声だけが本当に気になるんだよね。ティンキーウィンキー、なん、どうしてそうなっちゃったのっていつも喋りかけてるんだけど、やっぱ手、画面の向こうだから返してくれないよねっていうさ、はい、おいちゃん、なんかテータリーズっぽくしたいな、あー難しいな、テータリーズテータリーズあそうあおうおいしかったね、あおー
ね、ありがとう、本当にありがとうございます。嬉しいです。わはい、あらら、はい、テレタビーズありがとうございます。わーい、パンクモンキュって言うんだよ。そう、あとテレビカスター、テレビカスターって、なんであんな声になっちゃったか誰かも教えてください。ありがとうございました。声も本人もどうしようもないのか、確かに。そうそう、ありがとうございました。あー嬉しい。そしてタケロさんからいただきました、ありがとう。じゃあおいちゃんお疲れだった、ありがとうございます、本当にありがとう。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。この後も楽しんでいきましょう。お手を拝借、せーの、以上です。ありがとうございました。わし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 わ